早稲田大学で人と心の脳を研究している渡辺克美といいます。で、人と心の脳を研究するときに科学的なアプローチを取るということを、メインの研究としています。まず高校の時に、人の心に興味を持つ、大抵の人は興味を持つと思うんですけど、そのように興味を持ち出して、例えばあるものがこういうふうに見えるっていうような、どうしようもないような感じ方みたいなものに興味があって、なんで世の中こういうふうに見えるんだろうっていうような興味とか、なんで自分はこういうものに対して怒るんだろうとか、楽しいと思うんだろうかというような、このどうしようもなさみたいなものに興味があって、で、無意識の研究っていうことに興味を持ったわけです。例えばこう人と話しているときに、なんとなくこの人嫌だなと、なんとなくこの人気に食わないな、あるいはすごいいい感じがすると、フィーリングが合うみたいな話があると思うんですけど、そういうものの正体ってあんまり分かってないわけです。で、そこに計測だとか、人の体の動きだとか、目の動きだとか、さらには脳の活動みたいなものをとって、そういうものが起きているときに何が起きているかということを調べていくことが興味の一つではあります。例えば人からこう褒められるとか、あるいは人から応援されるということが実際にどうして自分のパフォーマンスを上げることにつながるのかっていうような研究なんかもやったりしているわけですね。で、例えばそのスポーツの場で、応援団がいて、いろんな人が応援してて、で、その何て言いますか、アスリートがみんなからこう背中を押されたとか、応援を受けて、頑張れましたって言ってるけど、じゃあそれは一体どういうことなのかと、つまり単に気持ちの問題なのか、それとも本当にこう応援されているということに意味があるのかみたいなことを調べていくというようなこともやったりはしています。最近の具体的にやっている例としては、ダンスのオーディションを企画して、そこで実際に本番と練習の違いを調べるというような研究を他大学とか、あるいはそのダンスの現場と一緒にやったりしています。で、例えばその、本番の時と練習の時で、心臓がの心拍どうなっているかとか、あるいは体の動きがどういうふうに変わっているかということを実際に計測することによって、本人たちが緊張しているというだけではなくて、体がどうなっているかとか、最終的にはその神経系がどうなっているかというところを調べるということにつなげるような研究をスタートしているところです。最終的には例えば研究の中で、うつを解消するだとか、あるいはその気持ちの落ち込みを治すみたいなことも可能だと思うんですけど、むしろ個人的にはそういう落ち込むということとか、悲しむ起こるっていうことっていうのがどういうことなのかってことを、自分高校生の時に思ったみたいな感じで、これなんでこんなことやってんだろうっていうふうに考え直すっていうような、そのきっかけにしてもらうといいかなと思ってるところです。早稲田大学の研究環境は当然日本の大学次第の中では非常にトップの研究環境になっていて、やっぱり自由っていうのをすごい重んじる大学だなっていうところがあって、自主性と自由というものを重んじるところがあったりして、で、早稲田大学の学生さんを見てると、やっぱりその自分の思ってるところとか、自分が持った興味、私が高校の時に思った興味をそのまま研究につなげていくと同じような意味で、こういうことやりたいから来たんだというようなことが非常に多くてですね、その点で非常に、研究と教育がうまくミックスされている大学かなと思っています。人の脳と心に興味があって、それを科学的に研究しようという気持ちがある方、あるいは今まで自分の講演に関して何か不思議なことがあるなと思った方がいたら、一緒に研究をしたいと思います。